なんです、ハートがね、ハート見えてますよね。これあのミディアムのハート、でもこの青い紙にかぶったらすごいことになりそうじゃないですか。結構しっかりめっちゃみんな青くして、すごいさ肌荒れしてるんです。こことやばいですよね。そうなんです、そうなの。そうなんです。すごいですよね。これ可愛いですよね。そう。で、まず、ファンデーションから、やっていく。ファンデーション。ファミのファンデーションからやっていくんですけど、そう。でね、3色あります。3色あります。で、3色あって、私多分どうなんだろうな、ナチュラルベージュかな、かな、ベリーベージュ、多分ナチュラルベージュがすごい、そう、ナチュラルベージュがすっごい、あれなの、明るいの、明るくて、私には明るいんだと思う、確か。で、ライブベージュ、新しい色が増えてますね。ベリーベージュっていう色が増えてます。ちょっとね、3色試していこうかなと思います。はいはい。で、そしたら、まず何もやってないので、このファミローズインフューズドトーニングパッドからやります。ですね、これさあ、これ夜やっても朝やってもいいのかな？ねえ、どうなんだろうね。そう、新作の3色になります。いや、すごい肌荒れしてるよね。で、これはですね、ちょっとね、説明書見ながら行こうかな。ね、それ気になる、それ注文しました？そうだよね。これは、トナーパッドですね。スリーウェイのトナーパッド、すごい良さそうな感じ。トーニングパッド両方なのかな。そう、まず開けてみましょうか。あ、爪の入気になります。本当可愛い、ね、そうそうなんです。まだね、私開封したことなくて、マニキュアはね、まだ発売されてないです。そうで、ちょっと開けますね。あ、すごいんだけど、こんな感じ。めっちゃブルーだよね、めっちゃブルーなんです。で、まず、あ、これも入ってる、素晴らしいですね。こんな感じで、ちょっと待って、まず先に、そう、パッドを取り出す際は付属のピンセットを使用してください。化粧水として洗顔後、フラット面を使って拭き取りパッティングしてください。角質のお手入れに洗顔後、エンボス面を使って優しく拭き取ってください。なるほどね。だからまずこうやって取り出します。
で、そしたら普通にこうやって多分パッティングしてもいいんだと思う。そうで、後ろのエンボス、だからプツプツしてる方で角質を取ってもいいってことですよね。こうやってね、こうやって、この鼻周りとかかな、でもいいし、ここに貼り付けてもいいって書いてました。こうやってね、香りめっちゃいい匂い。これ手で取っちゃいそうになるね。こうやってね、朝だと気持ちいいよね、こうやってやるの。いやでもここさ、こことここになんか朝起きたらニキビができてた。なんか疲れてんのかね。パッドのサイド大きめ、おでことかにも貼ってもいいかもね。ちょっと待って、一瞬これで、これで、匂いもそんなに強すぎないし白色ハンパーも本当だよね、本当だよね、白色ハンパーマンみたいになりましたけど、めっちゃ良さそうな感じがします。こんな感じで、肌荒れひどい？私なんか口周りがひどいんだけど、あとね、口内炎もできてる。口内炎がなんかさ、口内炎ってさ、多分なんだけど、私あの何、スルメとか食べるとね、できるの。口周りとか、なんだろう、だから多分消化に良くないものを食べちゃったのよ、この前。なんかこっちのさ、スーパーの、あの北海道フェアみたいなのがあって、そうで、それでそのそういう海鮮系のがすごい美味しかったのです。美味しいっていうか、美味しいのが出てて、そうなの、ダメだよね。はい、いいよね、こんな感じで、こんな感じで。あ、こんなような画期的な方法でしょ。あるよ、あのこっちの薬なんですけど、めっちゃ染みるんだけど、すっごい良くなる。え、もうなんか一瞬こう死にそうになるぐらいなんだけど、すごい良くなるやつがあって、そう、その薬をねつけて出ると、割と2日目ぐらいではかなり良くなる、痛くなくなる。え、嘘でしょ。塩すり込んだら、本当に塩すり込んだらダメじゃない。口内炎パッチもね、私効かないんですよ。そうで、ファミだから、せっかくファミで行きたかったんだけど、上にあるわ。ちょっとそれはまたあの今度にするんですけど、でこれで乳液とか、あの美容液とかで整えます。そうでもね、それもめちゃめちゃ痛いんだけど、かなり良くなるんです。ケナログね、それがさ、私ケナログ日本に帰った時にすっごいでっかいのができちゃってる。はい、で今日ね、ファンデーションと、リップだけさっとやったら次に行きます。あと髪の毛まとめるぐらいにしますね。30分ぐらいからできたらいいなと思ってます。で
一回インスタライブ終了して、で、あれしようかな。そう、多分その方があれだと思う。こうちょっとストーリーじゃなくて、IGTV に別々に残せるので、そっちで行こうかなと思います。はい。で、どうしようかな。ベースをちょっとナチュラルな感じで今日は行こうかなと思います。ムーの、PB で行きますね。ムーの PB。はい、画質悪い本当。で、あ、そう、なんかだけからシャツはね、これ古着なんですよ。デザートヴィンテージっていうところで買った古着なんです。全部ね、でも刺繍なの。すごくないですかこれ、刺繍ね、可愛いですよね。はい。で、昨日私使ってみたのがライブベージュ使ってみて、私ね、ちょっと初めてのベリーベージュも使ってみたいなって思ってます。こんな感じ、半々で行こうかな。自分にどっちの合う色が合うか分かんないので、多分ナチュラルベージュはね、かなりお肌の白い人向けだと思います。なのでファミの新しいファンデーション、こんな形になってる。で、うわ、あ、ちょっと待って、なんか一回これを剥がします。ペリッと剥がします。あ、結構濃いめかもしれない。だからもしかして今まで色がないって思われた方、いいかも。うん。で、あ、私ね、ナチュラルベージュもライブベージュも両方使ってたんです。あ、ごめん、間違えた。そうだ、私ナチュラルベージュだった。ごめんなさい。よく覚えてますね。ナチュラルベージュだった。ナチュラルベージュで、あ、本当にいい画像と。そう、最近その形が主流なんですか。どうなんだろうね。なんかでもやりやすいですよね、丸よりも。あ、って言ってもそんなにものすごく暗めじゃないかもしれない。で、思ったのはやっぱりファミの方が薄付きでナチュラルです、ナズとかに比べると。だからよりナチュラルな感じがいいなって思う人は、あ、ちょっと待って、そう、よりナチュラルな方がいいなって思う人はファミュなのかなって思いました。なんか固まってる。ちょっと待って、で、前のってもうちょっと水っぽかった気がするんですけど、今回もう少ししっとりしてるのかな。待って、何が違うか説明するね。スキンケア機能がグレードアップなんだって。リフィル対応もしております。そうで、何が違うかっていうと、待ってよ、美しいツヤ肌を持続させながら保湿プラスエイジングケアを、ファミファクッションファンデがリニューアルって、そうっていう感じ。だからね、レフィルになってるのと、くすまないで、ナチュラルベージュがごめんなさい、やっぱり一番明るいです。で、ライブベージュが真ん中で、ベリーベージュが一番、ヘルシーな感じ、ちょっと濃いめな感じ、生き生きとした血色感を持つヘルシーなカラーがニューカラーになってる。で、現代のダメージから肌を保護するエイジングケアと、みずみずしい肌印象へと誘うカメリアウォーターをベースに、匂いもすごいいいです。そう、朝の仕上がりが続く、くすみにくいっていうのがかなりポイントっぽいですね。ね、
多様な使い方で仕上がるイメージなんで、そうナチュラルなファンデーションとして使うんだったら、目の下から頬までのエリアからスタートし、なるほどね。だから結構しっかりか、カバー力が欲しかったらコンシーラーと一緒に使ってくださいっていう感じです。うん。そう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 。なんだって。なんだって。だから、それが違うポイントらしいです。だから特にそのカバー力を言われてるわけではないんですけど、でもすごくやっぱり自然なツヤ感っていう意味ではファミはすごいなって思いますね。だから結構重ね付けしても大丈夫。以前のクッションファンデ新発売のレフィルは対応、はい、分かんない分かんない、ちょっとそこまで調べてないですけど、でまずこっち側はこんな感じ。私は薄く薄くつけていきました。薄く薄く、香りも香り変わったの分かんない、ちょっと待って、そんなに、前のはリフィルじゃなかったんだよ多分。あ、リーちゃん起きた。違う気がする。対応してないと思うよ、対応してないと思う。うん、香りも違う気がする。ほらすごい、でもすごくない？わかるかな、くすみがちょっとナチュラル、ナチュラルですね。あれ前のってリフィルだったっけ？リフィルじゃないよね、リフィルじゃないよ。うん、パフ落ちました、すいません。そうなんです。はい、こっちがファミエバーグロクションのベリーベージュ、ベリーベージュです。かわいいね名前、ベリーベージュで、私が次に使うのがナチュラルベージュでいきます。うん、ナチュラルベージュでいきますね。髪色やばいよね。で、そうだ、昨日だから間違ってつけたんですし、なんか明るい気がするなと思ったんですよね。そう、いつもなんか自分の中で、あれどっちが明るい色なんだっけって思うの。で、次に行きます。ベリーベージュ、私には暗いかな今のね。私結構あれしたのよ、あのなんだっけ、あの何、日焼けしまして、なんで日焼けっていう言葉が出てこないんだろう、日焼けしまして、それで割と私はベリーベージュでも全然いける感じかなって。もう顔はそんなに焼けてないんですけど、体が焼けてるので、一番明るい色がナチュラルベージュです。そうです、そうなの。だからいつもなんかちょっと分かんなくなっちゃうんだけど、なんかものすごい変わるわけじゃないよね。どっちだろうね、ちょっと待って、同じぐらいつけてみます。でも私これこっちの友達にもおすすめして、そう使ってもらったら、え、めっちゃ良かったって言ってた。あ、でも日本人の子なんですけど、そうすごい良かったって、え、また買いたいっていう。そう、それはね、前のクッションファンデなんですけど、どっち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 だと思う？今塗った方が明るいよね。うん、そう、なんかどっちでもいける感じですよね。どっちでもいけそうだよね。どっちだろうね。うん、
顔中心しか塗らないのであれば、普段標準色もナチュラルベージュで良さそうですか？ナチュラルベージュで、うん、いいと思います。そう、どっちも変わんないね。でもやっぱこっちの方がちょっとだけ暗い気がします。うん、そう、後の方は若干明るい感じだから、こっちがナチュラルベージュです。ナチュラルベージュで、こっちがベリーベージュを塗りました。うん、うん、うん、でも毛穴もね、割とスッとするし、もしこれ以上に欲しい場合はコンシーラーとかで隠してもいいかなと思います。ちょっと今日イプサ使いますね。イプサ先生、私のニキビッチを。小鼻の赤みはね、消えない、あ、消えない、人によるかもしれない。小鼻の赤みとかはコンシーラーの方が早いかもね。そう、無理にガーって色をつけるよりも消えるね。イプサすごくない？で、そう、あ、もうすぐ30分になる。いやー、なんか肌荒れしてる私、すごい。なんか朝起きた歯がまだまだひどくてさ、なんかびっくりする、年取ったなって思いますね。特にさ、この朝早いライブの日の朝起きて鏡の前に立った時の顔、なんかちゃんとモイスティンとかしないとやばい、やばいよね。でもさ、なんか年齢を、この前英語の授業で年齢を重ねることがについては、なんだったっけ、ね、年齢を重ねることが嫌だと思うかいいと思うかみたいな、なんかもうちょっと違う質問だったんだけど、そんな感じの質問があって、私の先生はなんか年齢を重ねることがすごい嬉しいみたいな感じでね、あ、コンシーラーの相性めちゃめちゃいいですよ、めっちゃいい。で、さらにフラットって言ったら言い方あれですね、フラットっていうか、なんていうの、毛穴とかをカバーしたいっていう場合は、はい、3ですね、3の、ほらとも相性がいいと思います。そう、今日真ん中だけにします。やっぱさ、粉的なものは目の周りとかつけすぎない方がいいですね。つけすぎるとすごいなんか、めっちゃなんか夜になったらなんかシワがすごいって感じ。うん、あ、で、眉毛と唇だけ描いて終わります。そうなのよ。だからさ、でも私はどっちかなと思ったんだけど、あ、今日はフレーミングアイブローリキッドペンですね。なんか20代の時ってすごいもう本当にずっと仕事してて、記憶のないぐらい仕事してて、他に何したって言われたら、モデハント、てか仕事だよね、モデルハントと、あとなんか休みなし日はショーのこととかさ、なんか常に何かその美容のことをやってたって感じなので、それはそれですごく幸せだけど、やっぱなんか本来の自分でもない部分も結構あったなって思うんですよね。だから20代よりも30代の方がすごい自分の中で落ち着いて、なんかやりたいことやれてる感じで、そう、好きだし、こう女性はさ、40とかさ、50とかなるとなんかやっぱシワも増えてきたしとかね、あると思うんですけど、まあ自然な流れだからね、それがね。
私も年齢を重ねることはすごい楽しみだなって思うこともあるし、そう突っ走ってね。あ、今日この後なんかあるね。そうなんです、今日この後みちかさんとねライブするの、久々じゃないみちかちゃんとのライブね。今日はねお一人なので、あのちょっと先にメイクのファンデーションの説明ライブも入れようと思って入れました。はい、でリップどうする、リップちょっと落ち着いて大人の色にする。なんか髪の毛が多いからさ、こんな感じ。ナーズのバッドガイです。バッドガイ、バッドガイですね。ちょっとチークぐらいつけとこうか。チークぐらいつけとこうね。はい、ねえ、いやでも私はすごい楽しんでます。なんか素敵なおばあちゃんになりたいなって思っております。でもね、年齢忘れるよね。あの自分が何歳だったっけって思いません？35過ぎてから今年何歳になるかをいつも何歳って聞かれるたびに、え、私何歳になるんだっけって思っちゃうですよね。ね、子供の年齢とかすごい気にするのにさ、あ、それそうです、テルシゼロだな。うん、年齢忘れる。たまになんか自分が37歳になるときに、私38歳ですって言ってたときもあるぐらいマジで忘れるの。すごいすごい、ちょっと髪の毛超抜けるわ。やばい、髪の毛抜けた時の目立ち方が半端じゃない。前髪もどうしようかな。はい、みちかさんとのライブ残します。はい、でもうなんかさらってして終わりにしましょうか。はい、ということで、ということで、なんかつける、なんかつける、ちっちゃいのなんかつける。これまたうまくいかなくなっちゃうからちょっとちっちゃいのにしました。はい、では、あ、お子たちの反応ですね。あの髪の毛ブルーにしたお子たちの反応はですね、ハクが、あのでも眉もさブルーにしてたからさ、あのそんなにびっくりはしてないんだけど、なんかハクが近寄って That's my favorite color って言ってた。だから本当に青が好きなんじゃない、青が好きだからなんかフェイバリットカラーだから嬉しそうでした。はい、ということで一回じゃあ、切って、まずあのリクルートライブとして保存できるように一度切らせていただきます。ということで、はい、後ほど、後ほど、ありがとうございます。